日本神奈川県川崎市宮前区、土橋土橋は神奈川県川崎市宮前区の町名。現行行政地名は土橋1丁目から土橋7丁目。2016年11月末時点では住居表示が施行されていない。郵便番号は216-0005。面積は1.054平方キロメートル。土橋4丁目の住宅街宮前区の中央部に位置し、 知って黒川道路と東名高速道路の結節点となる東名川崎インターチェンジが所在する。一帯は多摩田園都市の一部として住宅地となっているが知って黒川道路の沿線には物流拠点やロードサイド店舗が見られる。土橋の東端では新北、宮崎や宮前平と接し南端では東急田園都市線をおおむねの境界としてお台に接する。 南西端では、鷺沼と北西端では、犬蔵と接する。北端では、南平台やけやき平らと接する。これらの町域はすべて、宮前区であり、土橋は、区、堺や市堺には接していない。八神川が流れ、土橋全体がその谷合いとなっている。面積は、以下の通りである。住宅地の地下は、2014年1月1日の工事地下によれば、 土橋三丁目二十番級の地点で三十八万四千円平方メートルとなっている。宮前区内で最も地価が高い。当地からは縄文時代中期の第六天遺跡が発掘されており、また、県武二年と書かれた印の残る墓地もある。土橋の名は千五百九十年に豊臣秀吉の生札中で平戸橋村の形で現れる。この後、 江戸初期には土橋村として独立したとみられる。幕政期を通じて旗本である長坂市と戸田市の事業地となって川崎塾の貸ス号も課されていた。明治期には養蚕も行われた。町村制の施行に伴い土橋村など五村により宮前村が成立し土橋はその大技となる。その後宮前村は川崎市に編入され、戦時中には多くの土地が 陸軍に接収され、校舎法の基地などが作られた。戦後には、農業も行われたが、東京急行電鉄が、多摩田園都市計画を推進したことで、当地は、住宅地へと変貌していくこととなった。さらには、東名高速道路や、知って黒川道路も開通し、当地の農村風景は減少の一途をたどっていった。そんな中でも、江戸時代から続く、歌気候は健在であり、 年に一度武蔵御嶽神社を参拝し、五夫を受けている。そんな土橋御嶽港を取材した映画狼の五夫が当地にアルササラプロダクションにより2008年に制作された。八神川にかけられた土橋が由来とされている。源の頼朝が当地を過ぎる際にかけられたとする話が伝わっている。 2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。路線の詳細については、東急バス、高津営業所、川崎市バスはしがみね営業所を参照。東急バス、川崎市バスの2事業者が周辺の駅などと結ぶバスを運行している。土橋自蔵道。 ありがとうございます。